皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。気がつけば、2014年さんもいつの間にかいらっしゃってしまいまして、つまりこれはすなわちいわゆる年が明けたってやつなのかなと、しみじみと感じながら受け止めているような心境でございます。そしてこの動画もまた毎年恒例の新年のご挨拶ということで、1月2日と少し遅くなってしまいましたけれども、動画をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。2014年もバリバリっと頑張っていきたいと思っておりますので、今年も1年よろしくお願いいたします。というご挨拶の動画でございました。そして毎年、これまた毎年恒例のごとく、この動画の中でギターの上達に役立つような知識は一切出てきませんので、その辺はご注意くださいということです。いつも通り、ブラブラっと雑談をするだけなので、ご興味がある方だけご覧いただければなという感じでございます。まあ、毎年、同じことを言っていると思うんですけれども、本当もうね、時間が経つのは本当に早い。もうびっくり。2014年さんが来るということはもちろん知っておりました。存じておりましたが、バッと！こんなに早い速度で来るとは思わなくてね。もうびっくりしたね。あれ、2014年さん、もう来たんですかみたいな。ちょっと早いっすよ。別に待っちゃって大丈夫っすよ。急がなくて大丈夫っすよって言いたいんですけども、まあ、行ったところでって感じですしね。ちょっとあれな感じです。で、まあ、ちょうど1年前、僕はこの同じアングルで、同じ動画の画面の中で、このちょうど1年前の僕が、今年の28日には30歳になるというイベントがあると思うんですけども、なんて言ってたんですが、まあ、そのイベントもですね、普通にするというか、普通に通過しましたね。で、その30歳のイベントに当たったから何かあったってわけではなく、もう全然すごい普通で、普通に日々を過ごして、普通にこのイベントにぶち当たり、その後も普通に日々を過ごして、普通に年を越し、普通に今に至っております。いいのかな、大丈夫なのかなって逆に不安になってしまうぐらいに。普通なんですけれども、いいんですかね、こんなんで。なんかずっとこう30歳ってなんかもっと大人なイメージがあったんですけれども、なんか割と心の中は18歳ぐらいのままで止まってしまっているので、あれ、大人って、俺が思っていた30歳ってこんなんと違うぞって、ちょっと不安に思うときは多々あるんですけれども、こんなもんなんですかね、大丈夫なんですかね、いいんですかね、こんなので。まあ、そんな感じで、2014年にもなれば30歳になるし、30歳にもなれば2014年にもなるよなっていう感じで、まあ、しみじみといろんなことを受け止めているような日々でございます。まあ、そんな話はどうでもよくて、ついでってわけではないんですけれども、またご報告をさせていただきますと、この皆さんがご覧いただいているアフタービートギターチャンネル、開設から気がつけば、もうほぼ5年経っておりまして、気づいたらチャンネル登録者さんが5万人を超えておりました。うわぁ、えらいこっちゃぜという感じでございます。再生回数の方も1900万回、ちょっと足んないんですけれども、1900万回にそろそろ達しようとしているところでございまして、まあ、これまた、うわぁ、びっくりだぜ、うわ、えらいこっちゃぜという感じです。まあ、そんな感じで、チャンネル登録者さんが5万人になったりとか、いろんな動画の関連動画とか、おすすめ動画に出てきたりとか、検索で上位に表示されたりとか、あと、再生回数が1900万回になったりとかするのも、すべてひとえにいつも動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございます。本当にありがとうございます。なんかね、こう、ちゃんと役に立つ知識がね、なんかこう出せていればいいんですけれども、大丈夫なんですかね。その辺に関してもよく不安になるんですけれども、でも、まあ、それでも皆さんがご覧いただいて、皆様がご覧いただいているということは、まあ、いいんでしょう。ええ、まあ、これはこれで良しとしますというような、なんかこう、ね、ちょっと自分を納得させているような感じです。いいんですかね、こんなんでね。まあ、そんな感じで、5万人になりましたというご報告でございました。来年、ちょうど1年後、どんな規模になっているかわかりませんけれども、本当、人生って何が起こるかわからないですからね。来年の今頃、僕、結婚しているかもわかりませんし、なので何が起こるかわからないですよ。まあ、そんな感じでございます。それでは、雑談1って、まあ、全部雑談ですけれども、雑談その1、書き初めをしました。書き初め。パランパ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 ン。こっちの方がいいかな。できることからコツコツと
ということで、2014年の書き初めはこんな感じの内容でございました。どういうことかといいますと、これまた非常に私事の話なんですけれども、僕は結構昔からこの、よく言えば好奇心が強くて、いろんなことをやりたがると、いろんなことを知りたがるという側面があるんですけれども、これを悪く捉えると、この全部自分の手の届く範囲にしたいというか、なんか全部自分で管理したいというか、だからそういうちょっと独占欲にも似たところがすごくあるんですよね。よく言えばなんかいろんなことができる、いろんなものを、ね、この操ることができるとか、操作することができるとか。でも悪く言うと、なんか全部自分でやろうとして、結構他人に迷惑をかけてしまいがちなところも多々あるんですよ。例えば、バンドメンバーに、ね、なんかこの楽譜を出して、これ通りにベースを弾いてくれ、これ通りにドラムやってくれとかって、そんな一面もあったりとかして、なんかこう自分のビジョンみたいなのがもうがっちりしすぎちゃって、もうこれじゃなきゃ嫌だみたいな、なんかそういったところがすごく多いんですよね。で、そんなんじゃちょっとダメだなと。10代とか20代前半とかだったらそれでいいかもしれないですけども、さすがにもう30にもなってくるといい大人なもんで、それではダメだなと思うときも多々あるわけでございます。去年、2013年の12月、ちょっとつい最近の話ですよね。1ヶ月前ぐらい。ちょうどクリスマスの動画を作っているあたりが、僕の結構ピークといいますか、結構やることが本当にたくさんあって、この精神的に追い詰められているという言い方をすると、少しこの、ね、深刻すぎる感じはするんですけども、でも結構それに近いものがあって、なんかこうやることがすごいたくさんあったんですよ。その単純にその日々の仕事のこともありますし、あとその YouTube とか普通の仕事とかと関係ないところでまた別 の, その取引先とのメールとかもありますし、でクリスマスの動画を作ったりとか、アレンジ考えたりとか、ね、このボーカルの編成どうしようかとかって考えたりとか、あとその動画を編集することも結構大変ですし、楽譜書いたりとか、テキストを用意したりとか、あとスタッフさんと の, この連絡があったりとか、あと他のところで、ね、あの人にメールしたり、この人にメール返したりとか、あれチェックしたり、それやったり、で忘年会のメニューどうしようかとか、仕込みどうしようかとか、材料はどうしようか、お酒はどうしようか、他のところで行くとランチ営業とかどうしようか、ランチ営業のとき の, のメニューはどうしようか、何件お客さん来るから、どのくらい仕込みをしなければとか、だからそんな感じ で, ですね、結構考えることがすごいたくさんあって、なんか常に頭の中で10個以上のことを、ね、なんか同時に考えているみたいな、ちょっとそれは大げさかもしれないんですけれども、常にそんな感じで、かなり常にテンパってたような感じです。では、それではいかんということで、毎日毎日このノートに今日やらなきゃいけないことみたいな感じで、そのトゥードゥーリスト、やらなきゃいけないことリストをですね、こう書いて、毎日毎日やってたんですけれども、やっぱそれでもなかなかままならなくて、なんか、A っていう作業をしながら、どうしてもやっぱ B のこと、C のこと、D のことを考えちゃって、全然 A に手がつかないとか、じゃあちょっと頭切り替えて B やろうと思ったら、今度は A のこと、C のこと、D のこと、もう別のことを考えてしまって、全然 B ができないみたいな、なんかそんなのがもうひたすら毎日毎日続いて、まあね、あかんかなーってなったわけです。まあ、ひとえにそれはやりすぎだなと。いろんなことをやろうとしすぎだと、ひたすら。痛感をしました。なんかそんな感じでね、普通にもう手をつけてやっていけばできることも考えすぎちゃって、全然手がつかないと。結果的に、本当に結果的にはそのうまくまとまったんですけれども、ちょっとこれは良くないなと、ひたすら痛感をすることが、去年の暮れ、実はすごくありまして、さっきも言いましたけれども、ひとえにやろうとしすぎだと。何でもかんでもやろうとしすぎ。なところがすごくあるなと。その僕が普段やること、できること、その受け入れられることの内容としては、ギターを弾く。これはまあ当たり前ですね。どんなことを言われても、ギターを弾きます。で、アコギでもエレキでもいいんですけれども、ベースとかウクレレとか、そういった弦楽器もやりますし、ドラムとかパーカッションとかもやりますし、で、ベースはさっき言ったかな。その弦楽器、打楽器以外にも鍵盤、ピアノ弾いたりとか、あと最近サックスとか始めてるんで、その練習だったりとか、あとバンド関連のことになってくると作詞とか作曲とかもありますし、パソコンを使って録音とか、あと簡単なミックスとか簡単なマスタリングとか、あとちょっと方向性を変えて言えば、HTML、ホームページですよね。そういう簡単なホームページを作るやつだったりとか、スタイルシートっていう言語をやったりとか、あと、こういう動画を編集したりとか、その動画編集のため の, このテクニックがいろいろあったりとか、結構やることがたくさんあって、Photoshop、その
動画に必要な画像がまた必要だったら、その Photoshop とか Illustrator とかやったりとか、Illustrator で楽譜作ったり、テキスト作ったり、フライヤー作ったりとか、あと普通にこうバイクをいじったり、車をいじったり、車はあんまりいじないですね。今のはちょっと嘘つきました。まあ、料理やったりとか、ね、そのメニューを考えたりとか、煮込みやったり、焼きやったり、包丁を研いだり、鍋振ったりとか、なんかそういう、ね、ダーツやったり、スノボやったり、ビリヤードやったり、水泳やったり、ジョギングしたり、最近だったら英語の勉強したり、そんな感じで、よく言えば、よく言えば多趣味。よく言えば多趣味。でも悪く言うと、まあ、ひたすら器用貧乏。そして、それが破綻する器用貧乏なところも多々あるわけなんですよ。なんかこう、なんて言えばいいのかな。で、そのまあ、なんでもいろんなことができるというのは別に悪いことじゃないとは思うんです、自分で。けど、その自分でできるキャパシティってやっぱ絶対あるじゃないですか。それが技術とか努力とかそういう話じゃなくて、時間とかその自分のね、そのなんだろう、精神衛生上じゃないけれども、その余裕だったりとか、それが頑張り次第でちょっとこう増やすことは可能ですけれども、これが2倍になったり3倍になったりすることは絶対にありえないわけじゃないですか。例えば、この容量が自分の基本の通常の枠だったらば、ここはこれは入るかな、これは入るかなと。だからそういったことをちゃんと見定めていこうかなという意味です。これはできる、これはできる、これはできない、これは明日できる、これは来週できる、これは今度できる、時間あるときになったらできるとか、で、これは誰かに任せるべき、これはあの人にやってもらうべきとか、という感じで、これは俺できない、これはできるというような判断をですね、ちゃんとやっていこうかという反省から来る、できることからコツコツとというスローガンで、ございました。去年、結構これができなくて、かなりの方々にご迷惑をおかけすることになってしまい、心から反省をしております。できることからコツコツと。それは無理だと、自分に言い聞かせるということですね。で、その、それは無理だは、決して休むとかサボるとか、そういった意味ではなくて、単純に今はできるとか、ね、その俺の自分の技術でできる範囲かどうかとかって、この枠の中にちゃんと収められるかどうかという判断をするということです。別にサボるとかそういうわけじゃなくて。まあ、そんな感じで、できることからコツコツとをスローガンにして、2014年は頑張っていきたいなと思います。雑談1、終了。雑談2、バンドを始めました。わー。YouTube でドラムレッスン動画を配信している池脇先生と、YouTube でベースレッスン動画を配信している久保さんと、私のこのアフタービート3人衆でですね、バンドをやることになりました。まあ、実はもう去年の9月からちょこちょことリハーサルには入っているんですけれども、ようやくそれがプリプロ終わって、ちょっと形になってきて、早ければ、今年の夏とか、遅くても秋くらいには、まあ、ライブができるような感じで頑張れたらなと思っております。3ピースのバンドで、まあ、すげえポップな感じですね。普段 YouTube のコメントとかで、滝沢さんの演奏を聴いてみたいとか、生演奏を聴いてみたいとか、ライブを見てみたいとか、まあ、そういったコメントをしてくださる方も多いんですけれども、まあ、そういった、ね、演奏方面でも興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ楽しみにしていただければなという感じでございます。僕自身もそのバンドを、まあ、その遊びとプロ志向の判断基準がどこにあるんだって話ですけれども、まあ、遊びってわけではなくて、まあ、やるからにはそこそこね、この人気が出るように頑張ってやっていこうかなと思いますので、ぜひ興味がある方はご協力お願いしますじゃないけれども、楽しみにしていただけたらなという感じです。それがまあ雑談2。で、最後、雑談3。今年の3月、2014年の3月に TOEIC テストを受けることにしました。なので、もし TOEIC を受けようかなと思っていらっしゃる方、この動画をご覧いただいている方の中でいらっしゃいましたら、ちょっと一緒に頑張ってみませんかというお誘いでございます。まあ、2014年1月の最初の月曜日から受付開始して、3月に実施される TOEIC テストがあるんですけれども、まあ、ちょっとそちらを受けてみようかなと思っております。ちょっと滝沢さんと一緒に TOEIC テストを受けてみようかななんていう方はですね、ぜひとも一緒に頑張ってみましょうということです。まあ、僕はなんだかんだで英語を勉強し始めてもう3年くらい、もうちょっとかな、3年くらい経つんですけれども、
やっぱ何だかでね、結構継続してるんで、そこそこリスニングもできるし、そこそこ喋ることもできるし、まあ、あんまり早いのはダメですけれども、まあ、そこそこできるようになってきたかなという実感はあるんですよ。で、僕の目標としては、日常会話ができることなので、正直別にトイックテストとか、その英検とか、そういったものは必要ないっちゃ必要ないわけなんですよね。でも、せっかくそういう制度があるんだから、ちょっと1回くらいは受けてみてもいいかなというような心境の変化から受けてみようと決意をしてみました。いろんな人にそのトイックテストを受けてみることにしたよという話をすると、いや、別に日常会話が目的ならそういうのを受けなくてもいいんじゃないのなんていう方がすごく、言ってくださる方がすごく多いんですけれども、まあ、そこをあえて突っ込んでみようかなと、自分から受けてみようかなという感じです。うがった見方をすると、へいへい、俺の目的は日常会話だから、そんなトイックテストとか英検とか、そんなしゃらくさいものはしねえぜ。なんていうふうに取ってもまあおかしくないじゃないですか。でも、それはなんかある意味逃げといいますか、その日常会話がゴールではありますけれども、そのトイックテストとか、英検とかやっちゃうと、その点数とか合格不合格で、その自分の評価が決まってしまうわけですよね。その第三者から見たときの。で、それがね、怖いっていう気持ちもやっぱりありますよね。俺はこのぐらいできるつもりだったけど、実際はこんなもんやった、とほほーっていうときもあると思うんで、そういったちょっと怖い気持ちもあるんですけれども、まあ、そこは一応ビシッと、へいへい、俺はできる男だぜみたいな感じで、なんていうんですかね、ちょっと一つ、自分試しをしてみようかなと思った次第でございます。なので、トイックテスト、受ける予定がある方、もしくは受けるきっかけを探していらっしゃる方、ぜひこの機会に一緒に受けてみましょうということでございます。というお誘いですね、雑談というよりも。まあ、そんな感じでしょうか。まあ、ひたすら雑談だけなので、特に言い残したことはないかなと思います。まあ、そんな感じで、僕もいろいろと今年も1年、そしてこれからも頑張っていくかなと思いますので、今年も1年、まずは今年1年、よろしくお願いいたします。ということでございます。はい。それでは、これからのレッスン動画もまた楽しみにしてくださればと。いう所存でございます。よろしくお願いします。それではまた次の動画でいつかお会いいたしましょう。さようなら。